コンティコー・アルマン・アルマンド・ブルボン・コンティは、フランスの貴族、コンティコー。コンデコー、アンリ二世の次男として、パリで生まれた。姉にロングビル公爵夫人、アンヌ、兄にコンデコー、ルイ二世がいる。1629年に、コンティ行為を授けられた。次男ということで、聖職者となることが決まっており、ブルジュ大学で進学を学んだ。しかし聖職に就くのを受け入れたとはえ、 彼には役職はなかった。アルマンは兄類二世と共にフロンドの乱で戦い、異彩を放った。1648年には反乱軍司令官となった。1650年、アルマンは捕らえられ、万戦ヌ要塞の旅衆となった。風変わりな神秘思想に支配されるようになったアルマンは、監獄の中で少し精神に異常をきたした。姉アンヌに愛情を抱き、彼女に、 自分の気持ちを何とか分かってもらおうとした。彼は科学に懲り出し、時には毒薬をこしらえたり、すぐに自身で内身だらけになるようになった。その狂った様子が最終的に運命を決めた。アルマンは医師や他人の援助を拒否したりしなかったのである。支援者たちが精神に異常をきたしたアルマンを釈放しようと運動したのだった。マザランが亡命すると、 アルマンは自由の身となった。彼は王妃アンヌドートリッシュの有名な助官主ブルーズ、霊城との結婚を望むが、国の最高権力者となった二類二世に阻まれた。アルマンは1651年にフロンド派に組みしたが、すぐにマザランと和解し、1654年にマザランのメイアンヌ・マリー・マルティオッチと結婚し、ギュイエンヌの知事に任命された。アンヌとの間には子を設けた。 1654年、アルマンは軍を率いて、カタルーニャへ侵入、スペインから三つの都市を奪った。彼は後、フランス軍を率いて、イタリアへ向かうが、1657年に、アレッサンドリアで打ち任され、ラングドックへ撤退した。彼は、その後学問に没頭するようになり、亡くなるまで神秘思想の追求をした。クレルモンにおいて、彼はモリエールを死と仰ぎ、 ルイ14世の宮廷に紹介した。ありがとうございます。